はい、どうも、こんにちは。今日はね、ちょっとね、ロッドのグリップに巻くラバーグリップを今日たまたま巻き替えるので、まあ、ついでに動画にしてみようかなと思って、まあ、せっかく巻き替えるんで、動画で、一回紹介してみようかなと思って、意外と皆さんやってる人多いんですけど、まあ、僕はこういうやり方ですよ。ほとんど多分やり方って変わらないんですけど、まあ、こんなやり方ですよっていうのをね、もしね、いや、そこはこうやでっていうのがあったら、またコメントいただければ、勉強させていただきます。というわけでですね、まあ、完成品はこういう感じ。こういう感じですね。で、まあ、これセパレートなんで、某メーカーさんみたいに、こう、なんていうんですか、ボコボコボコっとこう、ラインを入れたいんなら、下に、まあ、このグリップの、ここにラバー巻くんですけど、その時にタコ糸みたいなの巻いとくと、こういう風になります。で、僕の場合は、これはポイズングロリアスなんですけど、ちょっと軽すぎて、で、リール置いた時のバランスがちょっと先重りするんで、で、これは棒重りです。入れてるのは。で、一個、言っとくと、ラバーグリップつけると、ちょっと重くなります。その当然グリップ分、ラバー分だけ重くなります。それは覚えておいてください。ちょっと軽すぎるんでね、これ。ほんとちょっと僕には先重りなんですよね。で、ちょうどいいようになるように、バランス取れるように、リール乗せてどうかっていう。で、リール乗せて合わせた結果、僕の場合はちょっと何グラムかエンドに入れた方がバランス良かったんで、入れてます。で、今回はこっちの、ブッシュバイパーに巻いときます。ちょっとこれ、ここ、まあもうすでに僕はやってるんですけど、ちょっと拭いといた方がいいかもしれないです。で、まあ僕の場合なんで巻くかっていうと、コルクグリップって基本苦手なんで、手がね、汗ばんでるせいかね、すごい汚れるんですよ。で、巻いてたんですけど、で、こういったEVA も最初いいんですけど、今もこれテカってますけどね。こうなってくるとね、やっぱ滑るんですよね。滑りやすい。で、ラバーグリップを巻くようになったんですけど、巻き始めると今度、全部こうしないと感覚が違うんで、感触が。で、結局全部巻くはめになってます。で、僕は、ここまで、グリップってここまで、EVA ってここまで、これコルクやったかな。ここまでなんですけど、ここまで巻きます。持った時に、この指がここに当たるんで、このリールシートの硬さも軽減されるんで、巻いてます。基本的に細いグリップ好きじゃないんで、指短いんですけど、見ての通り。手のひら短いんです。なんで、太い方が使いやすいです。僕はね、重いもん投げることが多いんで。で、用意するもんなんですけど、まあ当然、ロッドと、ラバーグリップですね。ラバーの方ですね。で、これ、株式会社、京和さん。から出てます。これ釣り具屋によく売ってますね。その釣り具の修理のスレッドとか売ってるとことかに売ってると、まあ、店員さんに聞いたら大体、まあまあ普通の釣り具屋さん結構置いてるとこが多くなりました、これは。まあ、Amazon とかでも買えますけどね。で、僕が使ってるのは、まあ30ミリ、3センチです、直径、内径か。で、これでスカスカではないですけど、ちょっときついぐらいで入るんで、で、収縮するとちょうどいいです。あんまり大きいのを収縮させるとちょっと、たわむんで、グリップって結構ね、形によるんですけど、こうやって先細りしていくやつもあるんですよ。だから、できるだけ太いところに、ぴったりなやつを買ってください。直径はね、測っていくといいです。で、これもここが太くて、こっち細いんですけど、まあ、これ30ミリぐらいでちょうどかなと。結構収縮は強いですけど。で、あと、まあ、ハサミ。で、きっちりしたい方は定規。で、収縮なんで、結構きっちり測ってても、先がこう、たわんだりするんで、その辺はもうしょうがないですね。で、ここにね、見えにくいですけど、ラバーグリップの内径に対して、釣り竿の握りの外径、どれぐらいのやつでいけますよっての書いてるんで、だいたいね、30ミリで1センチぐらい縮むんかな。多分。
まあまあ細いのまでいけるんですけど、できるだけぴったりでスタートした方がいいと思います。あんまりキチキチもあれですけど、なんかこれ長さもっと長いのもあるんで、でこれ切って使います。であとね、これね書いてますけどね、120度以上、150度未満、まあ、120度以上ですよね、まあ、あんまり熱しても溶けるんで、それじゃないと収縮しない、完全収縮しないってなってるんですね。だからドライヤーなんかでやったらちょっとよれるだけで収縮しないんで、ドライヤーとかはダメです。一応書いてあるのは電熱器、理科の実験とかで今やるんかな、今時は、僕らの時あったんですけど、まあ、カセットコンロですね、まあ、ガスコンロでもいいですけど、ただねこのさ、こういうラバ巻いてないところに当て続けるとサウニーは良くないと思います。こういうブランクスとかね。なので回しながら、必ず回しながらやると一箇所熱当たり続けないんで、ちょっと熱分散するんで、回しながら必ずやってください。ずーっと当てずるというそこばっかり加熱されて、さを破損する恐れがあるんで気をつけてください。でね、まあロッド、今時のロッドグリップジョイントが多いんで、まあ、2ピースセンターカットでも真ん中から取ってもらってやってもらったらいいですけど、まあ、こうやってやればね、被害は少ない、被害というか、で、こう一回入れてもらって、そうですね、僕の場合はもうここまで行くんで、ここまで、もうこの辺から切っちゃうんですよ。でエンドまでやったらいいんですけど、ここをどうするかですよね、これね。このデプスのマークは出したいとかね、やっぱあるじゃないですか。こうやってここで合わせて、ね、合わせて、で縮むんで、縦、この縦も縮むんで、それ考慮して、で最後カッターで切るんで、でね、慌ててやるとね、何でも失敗するんで、ゆっくり、まあ大きめに切ってちょっとずつ詰めていけばいいです。どこまで行こうかなっていうのはあるんですけどね、逆やしね、これこうやな。ただでもこの段差ができちゃうんで、どうしてもこのままやったら段差ないんですけど、どうしてもラバーの段差ができるんで、まあこれでちょっと出るぐらい、こうしたらもうぴったりなんですけど、まあ、1ミリぐらいは縮むかなっていうので、これぐらい、でこれ火を使うんで、必ず換気とかね、やけどとかは気をつけてください。こんなんでね、火事起こしたら青臭い、火をつけて回しながらねやってくださいね。でかなり熱くなったりするんで、こう短いところを持ってるんで、手袋とかしてやった方がいいかもしれないです。でこういうね、こういう鉄の部分っていうか、ステンレスかな、アルミか分かんないですけど、もう熱くなるんで、もう触らないように。手袋するとね、感覚分からないんですよね、僕の場合。なので、まあ中火ぐらいでコトコトとやっていきましょうか。では均一にね、均一にゆっくりやっていけばいいんで、で 40% から 50% ぐらい縮むんで、これここにそれぐらい縮むんで、で縦も当然ね縮むんですよね。だから気をつけてくださいね。均一にしないと
あの真ん中だけたるんだりとかするんで、そうくる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 ね、回しながらやるとね、均一にね締まっていきます。でちょっと甘いと水とかに濡れるとねゴワゴワになって緩んだりするんで、しっかりね、熱っ、熱いんですよ。だからね、熱っ、熱いんですよ、このここ持つと。だから気をつけてくださいという話ですね。言ってるそばから俺が熱いんですわ。まあ僕仕事で結構ね作業が多いんで、まあ、こういうこと慣れてる、これはやってないですよ、こんなことはしてないですけど、チャレンジすることはいいんですけど、気をつけてやってください。でやってね、使ってみて気に入らんかったら、ここからピッて切り込み入れてピッて剥がしたらラバ剥がれるんで、まあ、もう100度を超えてるんで、熱いですよね、持てないです。完璧にしたい。くる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 ってこうやりすぎてね、竿の破損とかだけ専用してください。で熱いからってこう水とかかけちゃダメですよ、壊れたりするんで、まあ、一応できましたね。どうでしょうか、こういう感じ、意外とねぴったりできてしまった。ほんまはねカッターで切らなあかんなと思っとったんですけど、でもし切るんやったらね、こっち側は無理ですけど、無理というかね、こう木はできればいいですけど、こういうとこは部品と部品の間にこう隙間があるじゃないですか、そこにこういう薄い刃のカッター、100均で売ってますわ、こんなで買えばもういっぱいついて売ってます。で刃すぐダメになるんですよ、これ薄いから。それ新品の刃でこここうなぞりながら切ってやったら綺麗に切れます。失敗したら傷つきます、それ言っときますよ。慎重にやってもらったらできます。で新品の刃でやってくださいね、これも危ないんで気をつけてください。これで完成です。ああね、ここも前パーミングした時にここも当たるからね、これいったろかなって思ったんですけど、そうこれは測ってやろう。17、ここね、これもやっちゃいましょうか。でこう炙ってる途中で微調整しながら、位置を微調整しながらね、でやって、ぼーっとしてね、竿を燃やしたりね、近づけすぎて燃やしてしまったりね、溶かしてしまったりしないようにね、気をつけてくださいね。はい、できました。こんな感じバッチリ。気に食わなかったら外せばいいだけですから。言いましたかね、これ大体これ径に、内径によって違うんですけど、これ50ミリ、じゃあ500ミリ、50センチですね。で、だいたい700円から800円ぐらいです。で、もう一つ長いバージョン、800かなぁ、はもうちょっとやっぱり値段高いです。まあ、2本分、ね、グリップの長さで、だいたい短いロットやったら、グリップってEVA のとこだけね、やったらどうやろう、30センチぐらいなんですかね。でセパレートやったらもっと短くで済むし、長さによってね、買ってもらったらいいと思います。定期的にラバーグリップを巻き替えていった方が使いやすいと思います。僕ももうこれ巻き替えですけど、他のやつもどんどん巻き替えていかないといけないんですけどね。でこれいろんな色あるんですけど、ピンクとかね、あとこのバッテンがないやつもあります。僕はこれはこれで握りやすいんで、こういう、この模様の、ここの模様の部分はちょっと滑るんかな。で、これはこれで、ね、握りやすいんで、僕これ使ってますけど、模様のないやつもありますんでね。
でも市販っていうか釣り具屋さんに置いてるのは多分このタイプやと思います。もしね、やってみたいけどどういうやり方かわからんって方はこの動画参考にしてもらってもいいですし、でこの後ろにもね書いてあるんで、丁寧に、結構丁寧に書いてますよ。なので今度は見ながらでもね全然できると思うんで、火傷とかだけ気をつけてね、あとカッターで切ったりとかそういうのだけ気をつけて、労災にはならないんで、個人の責任なんでね、また使いやすい道具をね自分で手入れされたらいいんじゃないかと思います。それではまた、さようなら。